言っていい本音と言っちゃいけない本音っていうのが世の中にはあります。例えば、オリンピックで金メダルを取るのが確実って言われていた選手が、白血病で、この先どうなっちゃうんだろうっていう状況の時に、そこで本音でがっかりしたとか、それ絶対言っちゃいけない本音です、それは。もうそういう本音はもうありえないです。本音っていうのは、そのことを言ったことによって、何か状況が好転する、良くなるために言うことだと思います、僕は。そのために本音って言うんです。言ってあげるんです。でも、そのがっかりしたとか言って、それで状況好転しますか？あ、なんか気づきを与えてくれてありがとう。そのおかげで私はなんか良くなれた。反省しますとか思える、そんな。みんなさ、あ、ショックだ、がっかりしたとか、そういう気持ちさ、あると思う。そういう、どっか心のか片隅にあるけど、それは言わないで、あ、かわいそうに、なんとかして、力になれたら、なんとかして、応援できたら、なんとかして、励ますことができたらとか、とにかく良くなってほしいっていう思いの方が前面に出てくるわけじゃないですか。それを、まあ、いろんなね、言葉を言ってて、ちょっとだけでも、それ、がっかりしたとか、そんな、そういう本音、いる?いらないでしょ、そんな本音。それ言っちゃいけない本音だから。うん。世の中には、言っていい本音と、言っちゃいけない本音があります。言うべき本音と、言うべきでない本音があります。その辺のことを考えて、本音を言うべきです。僕は本音で生きるタイプですけども、一応その辺は僕は考えて本音を言っています。ということで、後藤輝基より愛を込めて、お前ら、愛してるぜ。